サプレッサー、サプレッサー、抑制、するもの、抑制機の位は、銃の発射音と閃光を軽減するために、重心の先端に取り付ける筒状の装置の総称である。サプレッサーには、発射音の抑制を主な目的とする、サウンドサプレッサー、サイレンサーや、発射音の抑制を主な目的とする、フラッシュサプレッサー、フラッシュハイダーなどがあるが、ここでは、 サウンドサプレッサーについて記述する。本校では特に断りのない限り、サウンドサプレッサーを単にサプレッサーと記述する。サプレッサーはその内部にバッフルやワイプで区切られた多数の空気室を設け、発射薬が燃焼して発生した高圧のガスを空気室内に拡散させ、徐々に圧力を下げてから外部に放出することで火薬の燃焼ガスが 重光から放出される際に発生する、感高い破裂音を軽減する。または、エットタイプと呼ばれるジェル状の物質を補填し、空気質の代用としたサプレッサーも存在する。このタイプの特徴は、空気質を備えたタイプに比べて、全長を短くできる。反面、通常短命な使用期間が、さらに短い。このため、重光以外の隙間、シリンダーギャップから、 発射ガスが漏れる回転式拳銃、リボルバーでは、発射時にシリンダーギャップが密閉される特殊な構造を、持つ長 M1895 などお除、ほとんど減音効果が望めない。自動式拳銃、オートマチックの場合は、回転式拳銃ほどではないが、肺、鞘口、エジェクションポートから、音が漏れることがある。消音効果をより高めるために、 有艇が交代しないようにロックする機構を追加したものもある。音速以上で弾丸が飛ぶと衝撃波によって音が発生するため、サプレッサーを使用する場合は音速を下回る速度で飛ぶ、アオン速、サブソニック弾を使用することが多いが、長距離からの狙撃に使用する場合はこの限りではない。例えば、45ACP 弾はアオン速弾なので、サプレッサーと相性が良い。 QX19mm 弾は高速弾なので、サプレッサーを使うときは弾速を落とし、それを補うために、弾頭の重量を増した特別なカートリッジを使用することがある。熱を持つと、消音効果に悪影響が出るため、水や専用冷却剤を入れると、消音効果が高まるものもある。サプレッサーは、発射音をほぼ消去するとされることがあるが、 21世紀初頭の現在においては、銃声を含む銃器の作動音を完全に消す装置は存在しない。実際には発射音の中でも指向性がある高音域を減少させることで発射位置を隠蔽したり、銃声ではないと誤認させることが主な目的となっている。低音域への影響は小さく、QX19mm パラベラム弾を使用する。 MP5SDKSMG の発射音は60から70デシベルと、電話機のベル並みの音量がある。45ACP 弾のようなアオン速、サブソニック弾を使用した場合、発射音が大幅に軽減され、銃の機構が作動する音しか聞こえなくなるものもある。比較的発射音の小さい、22LR アオン速弾でも、100デシベル強という、 ジェット戦闘機の通過音並みの発射音があり、聴覚に悪影響を及ぼすため、サプレッサーの使用は、いてや周囲の人々の耳を保護するとにもつながる。可燃性ガスが漂っている、可能性が高い合成麻薬工場のような場所に、踏み込み操作する際や、即射性を要求される狙撃競技でもサプレッサーは、使用されることがある。サプレッサーは、 発射音だけでなく、発射炎も低減する。また、マズルタイプのサプレッサーを取り付けると、銃全体の重量が増し、重心も前方に移動するので、結果的に反動や、マズルジャンプを軽減す効果が得られる。ただし、マズルブレーキ、コンペンセーターを取り外して、あるいはその上からサプレッサーを取り付けた時には、それらによる反動軽減効果がなくなるので、かえって反動が強くなることもある。 アメリカでは登録料を支払って、NF ウエポンのクラス3のカテゴリーに登録すると、一般人でも合法的にサプレッサーが所持できる。サプレッサーには大きく分けて、重口に装着して使用する、マズルタイプと、銃本体に内蔵される、インテグラルタイプの2種類が存在する。口をマズルにサプレッサーを装着して使用する。サプレッサーと重心の接続部は、大きく分けて、 サプレッサー側のメスネジを重心に切られたオスネジに締め込むものと重心先端に設けたラグ、突起やフラッシュサプレッサーに噛み合わせて装着するクイックでタッチャブル式の二つがある。ネジ式は脱着に時間がかかるもののしっかりと固定しやすい。また、ネジの規格がある。 程度共通化されており、一つのサプレッサーを複数の異なる種類の銃に装着することができる場合も多い。ただし、重心の外側にネジを切るので、サプレッサーを装着していないときはプロテクターを装着しておかないとネジが破損する危険がある。重心のネジが破損すれば、サプレッサーを装着することができなくなる。クイックでタッチャブル式は逆に素早く脱着できるが、重心と しっかり固定させるには、高い工作精度が要求される。また、重心先端のラグは重によって異なり、現在では共通化されていないので、事実上その種類の重専用のサプレッサーとなる。どちらの場合でも、工作精度が悪かったり、まさしく取り付けていなかったりして、サプレッサーの軸と重心の軸がずれると、発射時に弾丸が、サプレッサー内部と接触する。 バッフルストライクの原因を取る場合がある。これが発生するとサプレッサーは破損して弾丸が予期せぬ方向に飛ぶほか、フルオート射撃時ではサプレッサーの破裂を招き、射手が重傷を負う危険性もある。原理上、サプレッサー装着時は非装着時よりも重心内圧、バックプレッシャーが高まるため、イングラム M11 などのストレートブローバック方式では、 連車速度が向上することがある。バッフルの穴は弾丸の直径に近ければ近いほど消音効果が高まるため、重光との接続部とバッフルには高い工作精度が求められる。空気室の内部にはグラスルールなどが詰められることもある。古い形式ではバッフルではなくワイプというフェルトのような布の中心に切れ目の入ったシャッターを持つものもあった。 ワイプはくぐり抜ける弾丸によって摩耗するため使用回数がせいぜい約30から50発程度で命中精度も大幅に悪化する。ただしワイプが消耗するまでの最初の数発はワイプによって空気質がほぼ密閉されるので消音効果が高い。20世紀末にはアメリカが特殊な樹脂を用いた消音効果の高いサプレッサーを開発している。また、 アメリカではサプレッサーを修理する際にバトフの許可を取る必要があり、ワイプ式サプレッサーの修理には許可申請から半年以上かかる子も多いため、民間用のワイプ式はほぼ完全に姿を消している。自動式拳銃のうち、s w m 三十九の派生型 s w MK m k 二十二モットレー、通称ハッシュパピーなどは自動装填機構を動かなくすることで、 消音効果をより高めることができ、その場合は一発撃つごとに遊程を引き、手動で自弾装填を行うことになる。自動装填機構を活かしたままサプレッサーを使用する場合は、ショートリコイル機構に悪影響を及ぼす恐れがあるため、軽量なサプレッサーを使うか、ストレートブローバック式の銃を使う。 20世紀末 -21 世紀にかけて H&KMARK23 やシグサウアー P226 エリートダーク TV のようなティルトバレルの小鳥コイル形式でありながらサプレッサーの使用を前提とした設計のモデルも発されているこのようなモデルではサプレッサーを装着しても照準機が使えるように通常のモデルよりも背の高い照準機を装着している サプレッサーが銃本体と一体化した設計である。一般的にマズルタイプよりも消音効果が高く、銃全体のバランスが良い。多くの設計では重心の先だけでなく重心全体を囲むようにサプレッサーが記されている。サプレッサーに包まれた重心には小さな穴がいくつも開けられており、銃口だけでなく重心の穴からも発射ガスを サプレッサーの中に拡散させることによって、消音効果をより高めている。これによって、必然的に重厚初速は低下し、高速弾の場合はアオン速に速度を落とせる利点もあるが、弾丸の威力が低下する欠点もある。インテグラルタイプの短期間銃として、有名な H&KMP5SD は 9X19mm 弾を使用するが、その実行威力は、 380ACP 弾の P 程度に低下していたと言われている。インテグラルタイプを採用した拳銃として、中国製の炎越えであり、ウェイションショーチアンという拳銃が存在する。弾頭が緑色に塗られた専用の 7.65mm オン速特手段を使用するもので、64式と67式が存在するが、 それぞれ発射音は124.4デシベルと122.5デシベルで、実際には相当うるさい拳銃だったとされる。このほか、第二次世界大戦中に、イギリスの開発したウェルロットでは、QX19mm 弾を使用する MK1 と、32ACP 弾を使用する MK2 が存在し、MK2 は最高で35デシベルという消音効果があったが、 サプレッサーがワイプ式のため命中精度は低下していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。